はい、実践実証竹下塾です。ということで今日皆さんに見てもらっているのは、つい先日ですね、ORC で行く対馬というところで、動画撮影をしてきたんですけどね、生産者の方の動画撮影してきました。その時に使用したカメラなんですね、初公開しますということで、イオスキスデジタルですね、X4 というので2つ3台ぐらい前のやつですけどね、これにこういうふうにスコープをつけまして、そしてマイク、集合マイクをつけまして、これをこういうふうに持ちましてですね、こういうふうに撮ったということですね。こういう感じで撮ってきたということで、やはり音とですね、映像やっぱかなりしっかりしてかないと、これからの時代ですね、いろんな時代来ますんでですね、こういうものを作って、こういう人はこういうふうに撮って、もう使ってみてと、ね。普通のコンパクトカメラでも十分撮れますけどね。音質とか動力にこだわる人はこういうものを作ってみると面白いんじゃないかなというふうにご紹介します。それではまた次回お会いしたいと思います。実践実証竹下塾でした。それではまた。